皆さんおはようございます。タカラベ、リョウジです。毎週水曜日はベストミュージックの時間です。早速今日のプレイリストを紹介したいなと思います。今週もベストなミュージックビデオを全部で5本集めてみました。今回はアカペラ特集です。アカペラが広まるきっかけとなったのは19世紀のイタリアの移民が経営するアメリカの床屋さんで、散髪の時間を楽しんでもらおうとアカペラを始めたのがきっかけとなったと言われています。まず最初のアカペラはアメリカのシカゴを拠点に活動する男性アカペラグループジェントルマンズルールで、スティービー・ワンダーの I Wish とワイルドチェリーの Play That Funky Music をマッシュアップした一曲です。グループ名にジェントルマンがつくだけあって爽やかかつスモーキーなアレンジとなっています。2本目はアメリカのバージニア州にあるジェームズ・マディスン大学のアカペラグループ Exit 245で、曲はフランスの DJ デビッド・ゲッタのタイタニウムのカバーです。この曲はいじめをテーマにした曲で、自分の強靭な心がタイタニウム、つまりチタンに例えられています。16人のメンバーで構成されているため、非常に深みのある重層感があって心の深いところに響いてくるようなグッドバイブレーションな一曲になっています。続いても大学生でアメリカのオレゴン大学の男性アカペラグループオン・ザ・ロックスで、レディー・ガガのバッド・ロマンスのカバーです。彼らの特徴は歌唱力もさることながら、大学サークル特有の楽しそうな雰囲気で歌への愛が伝わってきます。ちなみにこのバッド・ロマンスを YouTube に投稿したことでオン・ザ・ロックスは一躍有名になり、全米ツアーまで達成しました。3本続けて男性アカペラグループを紹介しましたが、4本目はユタ州の私立ブリガム・ヤング大学の女性アカペラグループです。曲はデイビッド・ゲッタの Without You とマンフォード&サンズの I Will Wait の華麗なマッシュアップで、女性特有の優しさと力強さにあふれた一曲になっています。そして最後はアメリカ・テキサス州の出身アカペラグループペンタトニックスによるジャック・ユーの Where Are You Now のカバーです。ペンタトニックスといえばデジタルエフェクト系サウンドが特徴で、2013年に投稿されたダフトパンクのメドレーはなんと現在1億6000万回再生を記録しています。世界中から今最も注目されているアカペラグループといって過言ではないでしょう。以上の5本が今日のミュージックビデオなんですけれども、番組を始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。プレイリストを使っている状態になるので、何もしなくてもミュージックビデオが自動的に切り替わっていきます。それとこの画面の右上にもプレイリストを始められるようになっていますので、好きな方で音楽を楽しんでみてください。そして今日紹介したプレイリストを最後まで見ていただいて、ベストミュージック もし面白くねって思った人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今週のベストミュージックのスタートだぜ。